私はどう？うん、自分は絶好調だぞ。朝食にゴーヤチャンプルを食べたからね。もうこれで今日の公演は完璧に完璧さ。大成功間違いなし。潜在写真の時にはできなかったけど、今日こそお手本になってみせるからね。いっぱい深呼吸して落ち着こうとしてる子、楽しみで仕方なくてうずうずしてる子、みんなそれぞれのやり方で公演の準備をしてたぞ。ご飯を待ってる時の犬見たちみたいだったさ。あのね、プロデューサー、自分控え室にいるみんなを見て、前に言われた家族が増えるようなものっていうのを改めて実感したんだ。ね、やっぱり負けてられないって思ったぞ。自分は家族のお手本で面倒も見たくて、ライバルにもなりたいから。だから負けちゃいけないんだ。だって家族の大黒柱はいつだって一番大きくなくちゃいけないからね。望むところだぞ。自分完璧だし、なんくるないぞ。だからまずはこの公演をバッチリ成功させるぞ。みんなにも先輩の威厳を見せなきゃいけないしね。あ、そうだ、プロデューサー、初公演で歌ってる自分の写真撮ってもらっていい？後で沖縄の家族に送るんだ。新しい家族がいっぱいできたって伝えるさ。